サンペドロスーラ。サンペドロスーラは、ホンジュラス北西部に位置する。コルテス県の県都である。人口は、約74万3千人、2012年。ホンジュラス第二の人口を有する産業都市である。しかし、実質的には隣接する、ジョロマ市、約30万人、2012年やヨロ、ジョロ県、エルプログレッソ市、約21万人、2012年などと一緒に、 スラバレーメトロポリタンゾーンという都市圏、人口約160万人、2012年を形成している。平均気温は最高気温が31度、最低気温が22度ととこの地である。首都テグシュガルパに代わり、ホンジュラス経済の中心となっている。麻薬の経由地として機能しており、麻薬組織間の構造によって、殺人事件が多発している。 世界でも最も治安が悪い場所であるとされる。1536年6月27日、ペドロデ・アルバラードによって、サンペドロデ・プエルト・カバージョスとして、現在のコルテス県チョローマの近くで創設された。当時は、スーラボン地に約18の先住民の村があった。初期の様子では、小宅地と深い熱帯雨林で、農業や牧畜にはほとんど向く土地がなかった。 都市名は、その後いくつかの変遷を経て、18世紀には、サンペドロスーラとなった。スーラは、ナコ村の西にあった近郊である、スーラ鉱山を由来とする。このスーラ鉱山、近郊の金のため、最初の数年間は、サンペドロに植民地政府の造兵書が置かれた。スペイン王室はここで精錬された金の価値の一、5を徴収していた。 造兵所はその後すぐグラシアスに移設され、最終的には1550年代にコマヤグアに移設された。フランス系、イギリス系、オランダ系の海賊がたびたび町を襲撃し、略奪することがあったため、スペイン人は町を現在の場所であるチャメレコン川沿いに移した。この地は不人気で、しばらく植民者が増えることはなかった。 それでも町の人口は1590年の800人から1890年代には1万人に増加したが、その成長は19世紀に入ってからであった。1870年代から1880年代に開始されたバナナの輸出産業で、アメリカ合衆国の貿易商、実業家、サミュエルザムライの悔やめるフルーツ社との関係ができ、 さらに1869年から1874年の間にプエルトコティスからの鉄道も敷設されたことで町の繁栄が始まった。侍は地元の有力者との関係を築き、子会社に投資を受けながら政治力を発揮し税金をほとんど納めず、悔やめるフルーツ社を成長させた。結果として町は近隣の大平原に広がるバナナ農園の開発の中心として、 人口が急増した。1902年には、正式に、市政施行された。1920年代中盤には、この地域のバナナプランテーションのブームで、より人口はさらに1万人から10万人に増加した。現在では、都市圏全体では100万人を超え、さらに拡大を続けている。サンペドロスーラから、バナナ農園、カリブ海のテラとプエルトコルテスの港を結ぶ鉄道や、 地元のパレスチナ系実業家の投資により、サンペドロスーラは産業都市に発展した。21世紀に入ると急速に治安が悪化した。メキシコのシンクタンクが発表している主要都市別の殺人事件発生率では、2011年、2012年と2年連続で世界最悪とされており、2012年には10万人あたり169人が被害に遭っているとされている。 治安悪化の原因は1998年のハリケーンや2009年の軍事クーデター及び政変による景気悪化が挙げられる。サンペドロスーラにはグランセントラルメトロポリターナと呼ばれる中央バスターミナルがあり国内各都市域及び国際バスの発着地となっている。ショッピングモールも併設されている中央アメリカ最大のバスターミナルである。ホンジュラスでは 中長距離バスは国内各都市を移動するのに便利な交通手段であり、このバスターミナルが旅行者や市民にとって主要ハブとなっている。サンペドロスーラは公共交通機関が充実している。市内を巡回する市バスに加え、ラピディートと呼ばれるミニバスが走っている。タクシーはすべて白色をしており、番号付きで見つけやすい。 コレクティーボと呼ばれる固定ルートを走る乗り合いミニバスもあり、利用者は必要な区間のみ乗り指定の料金を払う組になっている。サンペドロスーラには、ホンジュラス国営鉄道、フェアオカリルナスヨナルでホンジュラス、略称、ガイ NH の駅が市街中心部にあり、鉄道路線はカリブ海に面したプエルトコルテスまで通じている。現在旅客サービスは停止中。 貨物列車のみ運行しているサンペドロスーラには主要な博物館が3つある。サンペドロスーラは、年中を通して比較的高温でタウである、熱帯雨林気候である、欠片の気候区分、AF。ハリケーンや熱帯暴風雨を受けることが多く、西アフリカやカリブ海の南部で形成された嵐が、ハリケーンシーズン中に向かってくることが多い。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。